Ori que tá aí. É. ザコ。もう一人だね。あいつがオリ近しかくついてるよ。とこはいるの？えっと。くそ、何人湧いてんだよ、ヒョウさん。お願い、上に、上にあと一人くらい。ちょっとそこでイモらないでほしいんだけど。どこで？その左、その、その。どこで？あ、もう一人、俺の正面。あー、ごめん、俺の正面。え？え？マジでダブルライト。ちょっと待って、その距離で外すはないぞ、そこまで。あーええー、ダブルライト嫌だ。ちょっと、あええー、ちょっとダブルライト嫌だ。ひどいよ、今のは。いや、今のはないわ。俺一人でハンドガンでめっちゃ殺してるのにね、パクさん。ひどいよ。パクは答えてない。なんでもない。なんで答えてくれないんですか、もう。俺のハンドガンでの努力が全部水玉になったのよ。ひどいわー。あ、こっから上がれそう。上がれんのこれ。一応前やったことあるんで、上がれるんですよ、一応。マジで？止まってないね、これ。こっちか。あ、おかしいな、前上がったのに。すればいいのか。もう死ぬかな？あ、上がれられなくなっちゃったな、これ。中枢入った、これ。ダメですね。これいけそうだけど。あ、いけます。お、いけるね。あっつ、あっつ、あっつ、あっ、上がれた。お、ちょっと待って、俺ちょっと応急キット使いますね。あー、やばいなこれ。応急キット前は私死にます。もう遅い、もう遅い。俺包帯しかない。もうダメですね。うわー。順位稼いだぞ。お、いい、撃たれた。左だ。後ろから撃たれた。うん、左から。やっぱ建物の中をいいんじゃね。家の中入ろう。はいよ。いやー、めっちゃ怖いんだけど、やばい。うわ。ちょっと、めっちゃ正面で。あ、上がってきて、ドア閉めたら上がってきて。待って待ってる。S1 人いた。S1 人見えた。いや、2人見えたけど、俺は。あんまり階段に近づかない方がいい。うわ、めっちゃ追ってきてるね。気にすんな。よし！グレネード戦になるから気をつけてね。あ、パクさん回復。おお。今、うちで回復してる。気をつけて、窓から目を合わないように。大丈夫。閉めるドアもう全部閉めたから。うわぁ、めっちゃ足音聞こえるんだけど緊張しますよ。いいね、これ。とんかつ、多分。ワンチャンあるよ。こっちに入ったか敵、見た？あ、めっちゃいるよ。気をつけて。やっぱオートにした方がいいな。あ、近距離だったらオートでいいよ。来
してるよ。待って待って、今やってた。はい、頑張って死んで、頑張って死んで、頑張って死んで。頑張れ死ね、頑張れ死ね。このゲット、あ、一階に落ちたな。生えてくるね、多分。生えてくるね。多分そろそろ強制入るよ。入ってくるかもしれないし、足音はめっちゃ聞こえる。黙って、外でやり合ってるから。さあ、おっと入ってるぞ。あ、いや、ギリ入ってない。あ、入ってる、入ってる。向こうの家も。ギリギリ入ってる。動くな。うすぎ、あんまり動くな。最後にあの小さい俺がポイントしてるところ、いや。いや、お前ダメだ。多分向こうの家にいるね。こっちには課金できないから、安心して。2チームか3チームくらいいる。応急キットある？ガス食らっても、多分。一個ある。持ってる。じゃあ、ギリギリまでこもろうか。え、これ出なくてよくね？だから出ないの、だけど、もう一度縮小になったら、俺たち出なければならないよ。ああ、そっか。それでダメージで死ぬのか。そう。だから、応急キットの出番。足音。動くないよ。まだ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 だよ。撃つなよ。よし。まだ。あ、縮小ならないね。大丈夫。あれ、これ以上小さくなんない？もしかして。おう、もう止まったな。え、これいつか動かなきゃ終わりじゃん、これ。そうだね。多分隣にいるね、一つ。待って待って。どう？はい。おい。マウスパッド。バレた、今ので。気づいてるね。生えてきた。相手は4人だぞ。マウスパッドが勝手に作動したから。来ないね。でも気づいてると思うよ。入ってきた、入ってきた。入ってきた。気づいた。ん？なんだろう。動かん。グレード、グレード。投げる？え、投げちゃダメ、投げちゃダメ、ダメ。出たね。外からグレード来るかも。そうだね。おい。なんで？今で気づいたよ、もう。いや、もう相手も分かってる、元から。この家しかないから、いるなら。
マウスパッド邪魔。センサー切ってほしいわ。多分相手もグレネード投げ尽くしたんだろうね。入ってこないね。我慢勝負だな。相手も上手るね。挑発してる、挑発してる。お互い挑発し合ってる。相手は4人だからね。あ、縮小された。あ、俺たち。バレてるね、これ完全に。いや、バレてなきゃおかしいわ。いや、バレないとバカだ。一体どこに投げてるか。あ、てか、もうこれガスが強制的に縮まる。あ、来た来た。あー、これ。ダメだ。あー、ガスで死んだ。相手の方が人数多いからね。あー、こういうことになるんだ、最後まで残ると。やっぱ、しよう。やっぱさっき、シルダー投げた方が良かったじゃん。敵、全員下にいる？下にいるよ。で、もう、ある程度時間経って動かなかったら、多分最終の縮小が入るんだと思う。俺初めて知ったけどね、今。俺も初めて。やっぱ、スルーで投げた方が良かったな。だから、お互いチキンレースで、もう、アイテム、っていう感じになったから。だから、最後のガス、超痛いな。うん。一応で半分半分感じ。エナゾルあれば俺たちの勝つんだけどね、さっき。いや、俺鎮痛剤持っていたけど、使おうとは考えなかった。お前な。